おはようございます。東京力車の行田正人です。頑張るぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。行ってきます。行ってきます。よろしくお願いします。お願いします。多いなじゃあ生年月日を教えてください。はい、1998年の2月5日生まれ。早生まれ。25歳ですね。25歳、はい、次26歳。はい、そうですね。熟してきたね。熟ですね、はい。出身地は？出身地は埼玉。埼玉ですね。埼玉、はい、の？埼玉の富士見市ってところですね。富士見市。富士山見えるの？富士山見えます。あ、見えんの？見えますよ。マジ？はい、そうなんだ。ちょっとバカにしてたわ名前だけだろうと思って。ちゃんとあの小中高のね、学校からはあのちゃんと富士山見えちゃったんで。へー、はい、名前だけじゃないんだ、はい、ギョッチ暑そうでも昨日は結構暑かったですね。昨日に僕、行田正人って言うんですけどね、あれ以上暑くなるとね、焼き餃子になっちまいますか焼き餃子になっちまいますか特技ある？特技、趣味じゃなくて特技。特技に入るか分かんないですけど、野球。ああ、え、結構さ、はい、通り木野球多くない？野球めちゃめちゃ多いですね。多いよね。なんか昔から野球結構いるイメージだわまあ一応ピッチャーなんで、ピッチャーだったんで。エースじゃん。全然エースエースじゃん。ヘッポコピッチャーだったんです。どやれよ、はいじゃあ、これ結構一番大事な質問かもしれない、はい、シャフになった理由。ああ、シャフになった理由は、さっきも言ったんですけど、あの野球やってて、うん、まあ、ずっと小さい頃から体使った仕事したいなと思って、うんうん、それでいろいろなんか消防とかいろいろ考えてみたんですけど。消防士ってこと？消防士。へえ。あんまり、まあ、こう言ったらなんですけど、あんまりピンとこなくて、うんうんうん、それでなんか一昨年ぐらいまで野球やってたんですけど、うんうん、野球やってる間もなんとなく頭の片隅で人力車やりたいなと思ってて、うんうん、それで2022年の1月、うんうん、川越、埼玉の、うんうんうん、川越で初詣して、うん、あの辺を歩いてたら、うん、あの人力車通ってたんで、うんうんうん、そういえば俺人力車やりたいんだと思って、そのすぐ何日か後にもう応募して面接してって感じ。へえ。どう、実際やってみて。楽しいですね。しっくりきた。しっくりきたよかった、まあ、あとはいろいろ、うん、この仕事を通じていろいろ、まあ英語なりなんなり、うんうん、もうちょっとレベルアップできるんじゃないかなっていうのがあります。はいはい。ギョッチ、はい、英語喋れるもんね。あ、まあそんなペラペラじゃないじゃあそんなギョッチのおすすめコースとか、はい、おすすめスポットとか、はい、なんだろう、かっぱ橋とか。あ、道具街。はい、面白いよね。この間もちょっと通ったけど、意外とかっぱ橋なんか結構好きなんですね。なんかああいう行ったりする？自分であんまり行かないですけど。行かないかい前行った時なんかそれこそ食品サンプルとか、うん、あとはなんかああいうこういうなんていうのお店の前にやる、あ、看板、看板、うんうんうん、ああいうの見てなんか結構専門店ぐらいじゃないですか。そうだね。そういうの見たらなんか面白いなと思って。お店を出したい人向けとかっていう感じかな。そうそうそう。なんかああいうコアな店とか結構好きなんで、いいなって。仕事をして終わった後飲みに行ったりとか、うんうんうん、新橋行ったりとか。あ、行くんだ。はい、新橋。新橋この間サウナ行ったりとかしました、ね。いや、飲みじゃないんかい。サウナ行って飲んで。ああ、そうね。汗かいた後のビールは格別だからね。あとこの間あれなんだっけ、月島行きましたね。月島。もんじゃ。もんじゃ。美味しかった？美味しかった。めっちゃ美味しかったです。もんじゃって結構さ、はい、お腹いっぱいになんないからさ。なんかでもそれがいい感じで。無限ループじゃない？はい。浅草のもんじゃだったらどこが好き？僕
どこだろう。モヘジ。モヘジさん。モヘジとか、まああの系列は結構好きです。私は、はい、もうオコモなの。ああ、そうなの。絶対的オコモなの。え、何が違うんですか。いや、あの、面白いっていうか、オコモがめっちゃ好きになった理由が、はい、グリーンカレーもんじゃ。グリーンカレーもんじゃ、うん、どういうもんじゃ。いや、もうグリーンカレーの味すんの。え、作るときはカレーを流し込む。いや、もんじゃなんだけど、だからそのグリーンカレーの味がする。そう、がなんかめっちゃ美味しくて、はい、それがオコモを好きになったきっかけ。あとはまあ食べ放題、やっぱ、はいはいはい、値段気にしないで食べられちゃうっていうのはまあ大きいかな。やっぱ結局シャフとはいえ自分が行ったことあるお店って多分本当に浅草の一部じゃん。そうすね、多いからやっぱり。まだ知ってるようでね。知らないところね、いっぱいあるから。後ろから見るさ、人力車のお兄さんの背中ってやっぱかっこいいよね。やっぱかっこいいですよね。いや、かっこいい。はい、いつでもあの浅草にヨッチはいるので、ヨッチに乗りたいなと思うことがありましたら、あのいつでも待ってます。よろしくお願いします。はい、はい、はい、今日はありがとうございます。はい、じゃあ安全運転、いってらっしゃい。イエイイエイ。